ロマン・コッポラは、アメリカ合衆国の映画監督、ミュージックビデオ監督である。フランスのヌイ・シュル・セーヌのアメリカン・ホスピタルで、母、エレノア・コッポラと、父・フラニシス・フォード・コッポラの間に生まれる。その時父は、パリで、パリは燃えているかの脚本を書いていた。ニューヨーク大学で映画を学んだ。ゴッドファーザーでは、葬儀の場面で、トム・ヘーゲンの息子の一人として、小登場した。 また、ゴッドファーザーパート2では、少年期のソニー・コルレオーネを演じた。2001年に、CQ で、長編映画監督デビューを果たし、第54回間の国際映画祭で、プレミア上映された。また、制作会社のザ・ディレクターズ・ブレノーを設立し、多くのミュージックビデオを監督した。妹のソフィア・コッポラと共にアメリカン・ゾエトロープの、共同所有者となっている。他に、 第2版監督としても活動しており、ドラキュラ、ジャック、レインメーカー、コッポラの古郷の夢、テトロ過去を殺した男、ライフアクアティック、ダージリン急行、バージンスーサイズ、マリー・アントワネットなどに参加している。さらに、ウェス・アンダーソン監督の、ダージリン急行や、ムーンライズ・キングダムでは、共同脚本も務めている。2011年9月、コッポラが監督、 脚本を務めるチャールズ・スワン3世の頭ん中の制作が発表され、2013年2月にアメリカで公開された。この作品には、いとこのジェイソン・シュワルツマンが出演している。ありがとうございます。